中特庫という評価は2022年11月に中国共産党・中共証券監督委員会の主席である駅会マンによって初めて提唱されました中特庫はもともと中国特色の評価体系を構築することを探求するという意味ですその後中国特色の評価体系という言葉は中特庫と略称されるようになりました12月2日上海証券取引所は3年計画の中で 中央国有企業の再評価は中国特色の評価体系の重要な一部であるとし中央企業の評価が合理的な水準に戻るよう推進すると述べました今年3月21日満徳データベースは79銘柄が含まれた満徳中特湖概念指数を発表しましたそのうち42銘柄が中共に評価された中特湖といわれる株式であり主に工業情報技術 金融、材料、エネルギーなどの業界に分布しています当局の度重なる市場介入の中「満徳データベース」によると今年初めから5月25日までの間中国主要中央企業指数は15.02%上昇し中特孔の指数は22.18%上昇しましたが同期間の約6か月間の上海総合指数の上昇率はわずか3.99%でした。 本記事投稿時点で中国経済データの脆弱性に伴い上海総合指数は 3, ポイント前後に下落しています。5月21日国務院が主催する「経済日報は」はトップページで「金管兵」という名前の評論記事を掲載し中国特色の評価体系を構築することは単純に国有企業の評価水準を引き上げ資金を引き寄せて株価を短期間で急上昇させるなど理解に苦しむ。 と指摘しています財務系セルフメディア、流行博財経を語るは、このような評論記事は市場のペースに影響を与えるとしています。中共は株式市場のゆっくりとした上昇を望んでおり、2015年6月から9月の中国株の大暴落を招いたチャイナショックや2016年初めの株式市場の急落を避けようとしていると分析しています。5月24日 在米経済学者の李光清氏が2015年4月に中国に戻った時の話として大期限は報じました当時株式市場は2000ポイント以上から4000ポイント以上に倍増しおばさんたちは借金して株式投資に参入していましたしかし彼は中国の株式市場が非常に奇妙だと直感しました資本市場が狂ったらリスクはすぐにきます習近平は当時 上海総合指数は1万ポイントに達すると言いましたが結局私がアメリカに戻った後の6月に中国の株式市場は崩壊しました李光成氏は語りましたゆっくりとした上昇でも素早い上昇でも重要なのは市場が企業価値を認めるかどうかだ公務員が国有企業の評価を高く評価し投資家を誘惑し株式市場を3400ポイントまで引き上げたしかしこの2日間中特庫 企業の一部が二次市場で下落傾向を示した。投資家が長期投資をしないのは借り取られるニラになりたくないからだ短期的かもしれないが中共メディアが一つの傾向を発表し株式市場が長期的にゆっくりとした上昇を望むというのは全くの作り話だ5月8日に高値をつけてから約半月間 A 株は下落傾向が続き5月25日に再び3,200ポイントの大台を割り込みました。 以前は上昇幅が大きかった中特湖企業の株価は二次市場で下落し、地優先鍵も16日に下落を始め、23日には9%以上下落しました。中国家電は5月17日と25日に下落しました。中国外運、中国石油資本、中国工業国債など多くの中国主要中央企業株式は最近下落しています。大期限は5月24日 国内産編集部の首席研究員で北京の独立系経済学者である姜勝利氏の話としてこの2日間上海総合指数は最近にない低さを更新した今日は3200ポイントを守ったが先月初めには3300ポイントを守っていた特に新型コロナウイルス感染症が収束した後も中国の株式市場は下落し続けていると報じました。 当局は中特効重要な指標と考えている可能性があるとし、その上で、株式市場が下落しているので、人々は希望を見出せない。だから、当局が煽っても、中国の株式市場の現状をカバーできないと述べています。教師は、中国の株式市場の多くは数年ごとに3000ポイントに戻ることを繰り返している。投資家はお金を稼いだらすぐに去っていくことが多く、短期的な効果しかない。 一部の新しい評価体系を作っても株式市場そのものや動向を変えることはできないと新しい評価体系について指摘しています教師は中国が独自の特色ある評価体系を構築することは米中の科学技術戦争の激化に関係していると指摘しています特にここ数年間バイデン政権は中国の一部の最先端技術企業との関係を断ち切る傾向にあり 中共は半導体産業が機能しないという厳しい状況に直面しています。そのために中共は、一部の最先端技術企業を支援し、中国経済の一部を支えたいと考えています。李光成氏は、駅海満は証券監督委員会の主席で、党中央委員でもあるため、金融体系での官僚や昇進する方法を知っている。彼は2022年11月に、中国特色の評価体系を再構築する。 という提案を行ったその背景には中央政府や地方政府の資金不足の問題を解決するという目的があったと分析しています駅海満は現在の株式市場評価システムについて次のように語っています国有企業や中央企業の上場企業の評価が低く抑えられているそのため評価が低ければ投資収益も低くなっているこれは政府が国有企業に投資した資本が縮小したことを意味する 彼らが言うように実際に30%や50%の増加があれば株価はすぐに倍増する。李光政氏は現在の中国企業は借金負担が重く不動産開発業者だけではなく中央企業や国有企業も中央政府や銀行からの借入金に頼って運営を維持していると述べています。その上で李氏は「液海マンの考えでは株価が再評価されより多くの資金が流入すれば 企業資産のの減少や収益の低さ財源不足の問題は解決されるだろう特に過去3年間は新型コロナ対策による財政赤字や経済後退があったのが原因だとしていますしかしこれは気上の空論であり一連の政治家が作り話をしているだけです中徳子は典型的な物語に過ぎず題材を作り煽動していますしかし 中央企業や国有企業の株価が長期的に低迷しているのは評価が低いからではなく経営効率が悪いからです株価低迷は市場が選択したものです李光正氏は中国の国有企業や中央企業自体の市場競争力は強くなく政府の介入と独占に頼っているさらに政策や国家の力の影響を受けやすいとしています例えば不動産会社の高台が崩壊し 不動産市場が悪化した時には中央政府から命令が下されました国有不動産企業などが不動産業者の赤字問題を解決するよう求められました最近では雇用問題を解決するために人間ができることは機械に任せないと言い国有企業に大規模な採用を求めています企業が常に政治的任務を解決するために存在するとすればその経営効率は良いのでしょうか さらに近年は米中関係が緊張していますその中で複数のアメリカファンドが中国投資戦略を再検討しています米価年金基金は中国株式投資を一時停止している状況です李光清氏は現在中共は西側投資家が去った穴を早急に埋めるため中国投資家を呼び寄せているしかし公務員たちは奇抜な発想を思いつき一般市民を株式市場に呼び寄せた このような状況下では投資家は確かに慎重にならざるを得ないと指摘しています。この番組内容は大紀元記者の林慎慎氏による取材報道をもとにしたものです。さて今日はここまでです。私たちの番組を気に入っていただけましたら登録、いいね、シェアなどのご協力をお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。 Hey, yeah, I told you enough of that. But look, this is different. It's Ganjing World.